はい、10.11 でございます。Not that he had a talent for languages. タレントっていうのは、才能ってことだね。なんで、he decided to train as an interpreter. インタープリターっていうのは通訳とかね。として train っていうのは訓練することを決めたと。で、これもですね、もう分子構文が丸分かりですね。選択肢があまり面白くないです。そういう意味ではね。なぜ分子構文が丸分かりかっていうと、結局、大事な動詞これよね。で、ここにも確かに動詞あるんだけど、これはざっとが受けてるからね。だから、ここに対応する動詞、ここの動詞に対応する接続詞がないと。なんで、分子構文にするしかないよねっていう理屈です。で、彼は実感するわけでしょ。彼は実感する。つまり、能動の関係だよね。能動なんで、realizing が正解ね。